県議会議員の渡辺範子被告は、4年前の参議院選挙で、河合元法務大臣から妻の安里元議員を当選させるための報酬として、現金10万円を受け取った罪に問われています。今日の裁判では、渡辺被告の夫、元県議会議長の檜山俊博県議、安里元議員の証人尋問が予定されていましたが、安里元議員は出庭しませんでした。 檜山県議は渡辺被告が河井元大臣から10万円を渡されたことについて毎年行われている持ち代、小売代を送ることは何の不思議もないと話し渡辺被告が起訴まで行ったのには違和感を感じると証言しました。